アイスランドの歴史。アイスランドの歴史では、北、大西洋にあるアイスランド島地域の歴史について記述する。アイスランドはもともと無人の島だった。紀元前300年頃に古代ギリシア人によって発見されていたという記録がある。古代ギリシア人のピュテアスという学者が現在のノルウェー海まで航海をし、その海洋にあるトゥーレという島を発見したとされている。 中世には、ウルティマトゥーレと呼ばれ、アイスランドやグリーンランドのような地域は、漠然と、極地、北の果てと呼ばれ、ヨーロッパ人からは存在すら忘れ去られていた。初めてここで越冬したのは、バイキングのインゴールブル・アルナルソンだと言われている。なお、植民の書によれば、彼に、先だってアイスランドを発見した人が、氷の島と呼んだのが、国名由来とされる。 全頭の調整機関として、世界最古の近代議会とも言われる、アルシングが創設され、植民は終了した。初期のアイスランドは、定住地域ごとに自治が行われ、国王の君臨する他のヨーロッパの国とは異な、いた。アルシングの集会は、シンクベトリルにおいて各夏に2週間にかけて、召集された。そこで、ゴジと呼ばれる指導者は、法律を改正したり、論争を解決したり、 訴訟に判決を下すために、陪審員を任命した。法律は文書化されなかったが、その代わりに、選ばれたによって記憶された。中心的な行政上の権力がなかったことから、法律はただ人々によって施行されていた。このことが、チアダを招き、の作者に、多くの題材を提供した。アルシングでは、商業的な取引も行われ、5字が、公益地の治安維持や、 価格設定を行った。価値尺度には銀が表量貨幣となり、実際の支払いにはバズマールという自家製の羊毛布を主に用いた。外国商人は越冬する際に農場で生活し、主人の保護を受ける代わりに農作業や戦闘を手伝う互い報い関係を持った。互い報いは結婚、葬儀、祭日の贈り物でも重要とされ、 社会的地位を保つために返礼が行われた。返礼には、武力支援や施策も含まれた。985年、赤毛のエイリークがグリーンランドを発見し、グリーンランドへの植民が行われた。992年、実際は1000年頃にエイリークの息子である、レイフ・エリクソンが北米に渡る。以後、わずかではあるが北米への植民が行われた。その時代からの定住地が、 南西グリーンランドとカナダ東部で見つかった赤毛のエイリークのサガやグリーンランド人のサガといったサガ移民の功績を伝えているアイスランドの移民の間では異教信仰が優位であったしかし10世紀までにはキリスト教への改修を強いるノルウェーからの政治的圧力が増したノルウェー王の下でまた王がアイスランドに差し向けた司祭によって多くの著名なアイスランド人が 新しい信仰を受け入れた。千年に異教徒とキリスト教徒との間での内戦の可能性が出てきた。アルシングは裁定によって宗教の問題を解決するために俗長の一人量産バトンのトルゲールを任命した。トルゲールは国が全体としてキリスト教に改修しなければならないと決めた。しかし異教の神々は密かに崇拝しても良いとした。 最初のアイスランド人の司教はイスレーブで1056年にブレーメンの司教によって任命された。10世紀から13世紀にかけては大麦や小麦、教会用のワイン、建築用に木材が輸入された。輸出品としては白ハヤブサなどの猛金類、生打ちや一角の牙など希少材が有名であり、他に 羊毛布のバズマールが他国に比べ安価で良質であり、多く輸出された。13世紀には、ノルウェーの会議を誘うことになり、1241年、県政を誇ったスノディストゥル,ルソンが暗殺され、1262年には、ノルウェーの事実上の植民地となる。14世紀以降は、保守王が重要な輸出品となる。保守王には特にタラが用いられた。 保守王は、ドイツ商人によって大陸へ輸出され、バズマールに代わって、貨幣として用いられるようになる。ノルウェーの他に、イギリスも、取引や、漁業のために、アイスランドを訪れ、ノルウェーと利害を共にする、ハンザ同盟の商人とイギリス人の間で対立も、起きた。漁業が主要産業となり、後の16世紀のアイスランドの紋章には、王冠をいただくタラが描かれている。 外国による支配、ペストの流行、飢饉、1783年のラキ火山噴火などで人口が大幅に減り、困窮状態に陥る。しかし、18世紀半ば以降様々な産業が起こり、回復してゆく。1814年のキール条約により、デンマークイコールノルウェーが解消されたが、アイスランドはデンマーク領として残された。 1904年に自治を達成し、1874年に制定された憲法に基づき、1904年からは首相が置かれた。第二次世界大戦中の1940年4月、デンマークがナチスドイツの侵攻作戦により占領された。5月10日、イギリスが航路防衛の必要上から中立であったアイスランドに対し、名目的に侵攻作戦を実施。 全土を占領した。その後、6月からはアメリカ合衆国が変わって占領を継続した。1944年6月17日にアイスランド共和国としてデンマークから分離、独立を宣言し、初代大統領にスウェイン・ヨョルンソンが選出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。